ヘアドロップの投資の世界へようこそ。速稼塾の久保でございます。今回は第2回目ということになりますので、もしかしたら前回のエアドロップに興味を持って、だったら自分もやってみたいな、いや少なくとももうちょっと情報を取ってみたいなと思ってくださったと思うんですよ。で、第2回目なんですけども、基本的に無料で配布される暗号通貨のトークン、つまり暗号通貨の卵みたいなものですけども、これただでもらうただでもらうって言っても、ただより高いものはないよねとね。なんかとんでもないリスクがはらんでるんじゃないの、もしくはそのリスクについてどういうふうに考えていけばいいのか、まあそんなねヒントを今回第2回目ではお話したいと思います。そして一緒に考えていきましょう。はい、どんなことにもリスクはあります。何かね目的を持って何かを掴もうとしたら必ずリスクはあります。例えば大学受験だってリスクはあるんですよね。受験に1年2年かけて挑んで、もしその大学に合格しなかったらどうなるんでしょうか。そうですよね、もう一回浪人して大学受験を1年後に再トライするなり、進学の道を諦めてここで別の進路を見つけるなり、いずれにしてもそこまでかけた費用や時間や労力は、まあ、無駄とは言いませんけども、目的は一旦遠ざかるってことになります。まあ、今回の無料でエアドロップ、例えばね何か新しいエアドロップの招待があって参加するにしても、お金は払わなくてもいいけども、少なくとも情報を取ったりアカウントを作ったりとか労力はかかりますよね。まあ言ってみればそういうふうな時間的労力的リスクは存在するわけですよ。その他にも一体どんなリスクが考えられるのか、今日はそんなテーマでお送りしようと思います。仮想通貨のエアドロップに参加する際に予想されるリスクはいくつか考えられるわけですけども、無料でもらえる仮想通貨にやっぱり魅力は感じますよね。で、無料でもらえたものがそのまんまなんか大きな利益を生むかどうかってのは分かんないわけですよ。でもとりあえず無料ならリスクはないわけでしょ。これがね ICO みたいに最初に30万払ってこのトークンを買ってくださいってことだと、スピンドルじゃないですけども上場した後に値段がつかなかったらねパーになっちゃうってことになるんで、金返せ詐欺だみたいなね騒ぎになっちゃうこともあります。でもとりあえず無料でトークンもらえて、それがエアドロップっていう仕組みならば金銭的リスクはまずないわけですよ。でも実際にいろいろと手を尽くして情報を広げてセミナーとかに参加して、でも儲からなかったら、なんだよ時間の無駄だったよ返せよ時間ってことになっちゃうかもしれません。まあでもそれはね、どこまでで情報を止めるのかっていうのは情報を受け取った人が決めるところにもなると思うんですよ。で、今回ね無料でもらえる仮想通貨エアドロップに魅力を感じる方、その裏側に注意すべき点がいくつか存在するので、それについて私がまとめたレジュメをもとにねお話していこうと思います。前回同様このレジュメが欲しい方はメールを送っていただければ、あのこちらのレジュメ、書き殴りですけどもそのままお送りしますんでご遠慮なく。はい、仮想通貨のエアドロップに参加する際の主なリスクは一体どんなものがあるでしょうか。例えば当然ですけども詐欺のリスクがあります。実際にお金が取られるってことはないにしても、自分のメールアドレスは渡さないといけないですよね。そういうところもリスクだと言えます。例えば偽物のエアドロップのサイトとかにアクセスしてしまった場合、本物のプロジェクトを装って個人情報を盗み取ったりされちゃいます。悪意のあるソフトウェアをインストールさせようとするサイトも存在します。つまりエアドロップに参加するならば、このソフトウェアをインストールしてくださいっていう風に素直にインストールしたら、そのインストールしたやつがスパイウェアだったみたいなこともあるんで、よく吟味しないといけないってことなんですよ。何でもかんでもタダでもらえるからといって、じゃあこれダウンロードあれダウンロードってやっていいわけではないってことなんですよね。場合によってはサブのパソコンを用意してサブのメールアドレスなりなんなりでアクセスした方がいいというねこともありますし、やっぱり先にそういったプロジェクトに参加している人に、まあ、よく聞くっていうのもいいかもしれないですね。詐欺のリスク、金銭的にはその場では払わなくてもいつの間にかデータ抜かれてたみたいなことがあったらたまらないですからね。そこはまず警戒していきましょう。2つ目、ポンジスキームです。無料で配られるトークン、つまりお金が全然かからないのになんでポンジスキームなのっていうふうに疑問を持たれるかもしれません。でも結構ねこれっていうのはいつの間にかお金払ってたっていうパターンもあるんですよ。ですんで自分でよく判断して
よく吟味して、なくなっても大丈夫なお金から始めてくださいね。場合によってはお金要求されたらね、その時点でやめたでもいいと思います。はい、初期投資家に高利回りを約束して、後から参加した投資家のお金で支払う仕組みの詐欺。これどういうことかっていうとね、まずエアドロップで皆さんにトークンを配るんですよ。でそのトークンにバーチャル上で価格をつけるんですよね、運営元が。で価格がついたらそれを見てね、最初にトークンもらった人は、あ、本当に4万もらった、5万もらったみたいに感じるんですよ。でそこで実際に1円も使わずに4万もらった、5万もらったっていう感覚になると、それをね人に話したくなるんですよね。これすごいよ、本当に1円もかけないのにお金もらったよみたいな。そしてその話を聞いた人が、それってまだ自分でも参加できるんですかってなっちゃうでしょ。でその時に一番最初のモニターで参加した人はタダだったんだけども、ここからは3万円かかります、5万円かかります、でも本当に3万とか5万なんて回収できるんだからみたいな感じで、実際にお金が増えた初期のメンバーはそう思うわけですよ。実際にそうなってるからね。でその現象を見た人も、だったら3万か5万だったらいいかなって感じで参加してみると、そうするとその3万5万が二次的に集まるわけですから、実際のそのトークンの価格がもっと上がるってことになって、第1弾とかね第2弾でそのトークンを手にした方も、わこれすごいって感じでもっと広めるんですよ。そしていつの間にか見込みで何万円もつぎ込んだものが何十万何百万になっているっていうのをバーチャル上で見て、ある日突然それが凍結されて誰一人引き出せないっていう状態になるっていうこともありえます、ね、だからその辺もいつ自分の身に降りかかるかわからないから、出していいお金とそれから出すべき手順、この辺のバランスも日々確かめながらやった方がいいかなと思いますね。はい、ポンジスキームっていうのはそういった形で徐々に私たちの中に入ってくる可能性がありますんで、警戒して警戒して警戒して自分の大切なお金を増やすつもりがなくなったみたいなことがないようにしていきたいですね。はい、それからねラグプールっていうのがあります。これはなかなか聞いたことがないリスクだと思いますけども、簡単です。開発者が資金を持ち逃げしまうって詐欺なんですよ。これは結果的に詐欺なのかどうかって難しいんですけどね。要するに例えば私がね、速稼塾トークンっていうのを作りますっていうふうに宣言するんですよ。で速稼塾トークンを最初に無料で皆さんに配りますと。でプロジェクトが進んでいったらそれなりの価値をつけて皆様のウォレットに反映させますってことで、例えば3ヶ月だったらね、私のプロジェクトが進捗しましたって言って皆さんにお配りしたその無料のトークンに1トークン5万円の価値がつきましたみたいなことになるわけですよ。でそうするとね、いや久保さんトークンくれてありがとう、1円も使わないのに自分の懐も100万増えました200万増えましたみたいな人が増えるわけですよ。さあそこでね、もうちょっとレベルの高いプログラミングをしたいんで、皆さんからすいませんけども資金集めたいんですと、最初に儲かったお金があるじゃないですか、それにちょっと色をつけて一口1トークンあたり10万円ちょっと皆さんからお力を借りませんかっていう話をね持ちかけるわけです。で最初に儲けさせてもらった人は、じゃあそれにちょっとお礼のつもりで10万20万つけて、久保さんどうぞ使ってくださいって言って、私としてはねそのお金が回収できてしめしめ儲かったと思ってボーンと消えてしまうとかね、消えないまでもすいませんハッキングになって全部お金がなくなっちゃいました、私もプロジェクトをする心が折れました、申し訳ありません、でも投資だと思って諦めてくださいっていう風に感じを腐っていくっていうね、ラグプールってやつです。いずれもどんな時でも起きうると思って警戒してください。特にね詐欺ってのはどこで起きるかっていうと、信頼の向こうにあるんですよ。信頼関係がないところに詐欺は存在しないんですよ。信じてるから騙されるんですよね。でも人ってやっぱり信じるってしたいじゃないですか。でも信じるのとそれから警戒するのはこの同居してると思って進めなくてはいけません。信じてるから信頼関係があるからこそ何を調べても嫌な気持ちにはなりませんよねぐらいのズーズーしさでもってね、あれこれと質問をしたりとか、その資料を出せって要求してもいいと思います。もちろんお金を出してる人だったら当然ですよね。はい、で、価値がつかないリスクっていうのもあります。で最初にエアドロップで皆さんにお配りしたトークン、結局あれこれしたんだけども1円にもなりませんでしたと、皆さんくたびれさせちゃってすいませんみたいなね、はい、これはね別にクレームにはならないと思うんですけども、でも期待してた方をねがっかりさせちゃいますよね。で配布されたトークンに将来的な価値が全くつかない可能性があります。これは一生懸命まともにやってた暗号通貨の開発業者も結構こういう風になります。
真面目にやってたのにファクトモっていう通貨がコインチェックから上場ね廃止されたみたいなことがありましたけども、ファクトモなんて結構ね多くの方が期待してたプロジェクトですからね。それからビットコインキャッシュ、あれどうなったんでしょうかみたいなこともありますね。だからそういうもんだと思って、ビットコインからイーサリアムかその他のあらゆる仮想通貨アルトコインっていうのがそういうもんだと思って、一部では遠く見ていた方がいいかなっていうところです。間違いなくドルとか円とかユーロとは同価値じゃないですからね。はい、そういったリスクもきちんと認識していきましょう。それからね、流動性の低いトークンっていう問題もあります。トークン自体に価値はついたんだけども、流動性が低すぎて売りたい時に買い手が見つからないみたいなことがあったら、価格はついてるのに買い手がいないってことは大いにあり得るわけですよ。まあビットコインとかイーサリアムとかリップルとかになるといつでも買えていつでも売れるみたいな流動性が担保されてますけどもね。でもランキング300位とか500位の名前も聞いたことがないコインって買うのは簡単だけども売るのは難しいって感じで、せっかく高値をつけたのに売り抜けることができませんでしたっていうようなね、そういうぬか喜びっていうのは結構あるわけですよ。流動性が低いトークンは売却が難しくて思った価格で売却できない可能性がありますので、買う前に自由に売れるかどうかっていうね、いわゆる板の関係も知っといた方がいいです。板の関係という言葉につきましては、またねこのシリーズのどこかでお話ししますので、それまで待ちきれない方はご自身でお調べになってください。はい、で次、税金のリスクですね。いやまんまとエアドロップで儲けましたと、よし現金化するぞ。当然税金が発生するリスクはあります。これリスクっていうのかどういうのか分かりませんけどもね、当たり前のことだと思いますけども、エアドロップで受け取った仮想通貨を売却して利益が出た場合には所得税が発生する可能性があるということは忘れないでください。さらにこっからがちょっと深刻なリスクになってきます。情報漏洩のリスクですよね。エアドロップが欲しいよって言っても、少なくとも自分のウォレット、そのためにメールアドレス、そのために自分のスマホの電話番号、こういったものは渡さないといけないと思うんですよ。場合によっては KYC みたいな感じで免許証をこうやってね撮影したものを送るとかね、パスポートを開いて送るみたいなことしなくちゃいけないでしょ。だからそれがね、必ずしも信頼できる業者で扱ってくれるかどうかってのは分からないでしょ、ね、だからエアドロップに参加するために提供した個人情報があっちこっちに漏れちゃったりと、自分の免許証で撮った写真がねなんか免許証の偽造に使われたりとかっていうリスクもあるんで、そこは日々用心した方がいいかなというところです。クレジットカードなんて持ってるほかですからね。はい、そのようにね気をつけてください。それからウォレットの、プライベートキー、仕鍵って書いてますけども、私の鍵ってやつ、プライベートキーね、ウォレットのプライベートキーを不正に取得されて仮想通貨盗まれる可能性がある。これはどういうことかっていうとね、例えばエアドロップのためにあなたのパスワードと ID をあなたが設定ください、設定してくださいっていう風に運営元から頼まれた時にね、いつもの様子でなんか他のところで使ってるパスワードとかを入力する人が多いんですよ。そういうことをするとどういうことになるかっていうと、エアドロップっていうのは実は見せかけで、本当はその人その人の ID とパスワードを取得するのが目的かもしれないんですよ。あとは取得した ID とパスワードをその新しくエアドロップに参加して個人情報をもらった人と当てはめながらね、適当に Google のログインとか試してみるわけですよ。いろんな仮想通貨のログインとか試すわけですよ。その中でたまたま一致してログインできたものに対してあらゆる資産を引っこ抜いていくとかね。 Google のアカウントなんて盗まれたらひどい目に遭いますよね。パスワードを向こうの方で変えられてね、自分でログインできなくなっちゃうみたいな、そしたらメール一通届かなくなっちゃいますからね。そっから先はなんと恐ろしい、なりすましをやられての損害賠償だけ請求されるみたいなね、そんなことも起きちゃいますからね。だからウォレットのプライベートキー、これもよくよく用心して流用しないこと、あっちこっちで同じようなものを使わないことにしてくださいということでございます。それから技術的なリスク、これは非常に難しいリスクの判断になりますけども、スマートコントラクトの脆弱性っていうのがあります。はい、スマートコントラクト意味が分かんない方ちょっと待ってください。これについても解説動画を作ります。第5話か6話ぐらいでやります。そこまで待てないって方は検索してくださいということですね。でエアドロップに使われるスマートコントラクトに脆弱性があってハッキングされる可能性ってのがあるわけですよ。だからそうならないようにしたいですよね。エアドロップである仮想通貨トークンもらいました。そこに値段がつきました。見込みで300万500万っていう利益が生まれました。わ、すごくいいなと思って、その300万500万をずっとね
ホールドしておいたり、それで例えばどっかのねレンディングサービス出したりとか、いろいろ混ぜこぜしてる間にそれがあのスマートコントラクトの脆弱性によってハッキングされちゃいましたってなったらどうしますって、少なくとも慌てふためいてしまうでしょ。でハッキングしたいわゆる犯人の言う通りに作業してしまうみたいなこともあるわけですよ。だからそういう時に一人で何とかするんじゃなくてすぐに相談することです。いろんなところにその事実を報告することです。例えば私だったらハッキングされたと思ったらその画面とかを撮影しちゃったりね、そのためにどんな人とやり取りしたのかっていう情報を一般公開したりとかするかもしれないですね。でそういうことをしそうだなって人には案外インチキって仕掛けないもんですよ。もっともっとね、一人で塞ぎ込んで自分で悩んで自滅する人に対してこのいわゆるスマートコントラクトの脆弱性を狙うっていう、そんなねスパイっていうのが目をつけますからね。はい、はい、でエアドロップに参加する際の注意点をここからお話していこうと思います。まとめてますけどもね、まずは当たり前ですけども公式ウェブサイトの確認は必ずしてください。どこからかエアドロップを持ちかけられた場合、その持ちかけてきた人からの情報だけを当てにするんじゃなくて、別のルートからちゃんと公式ウェブサイト、あとは X とかで検索して、このスマートコントラクトなりエアドロップについて知ってる人いませんかって感じで必ず問い合わせることね。今情報がすぐに出てきます。そこは怪しいよっていう情報もすぐ出てきます。怪しいよっていう人がいるんだったら、まず一旦自分は歩みを止めて怪しいと思ってる側に立った方がいいと思いますね。それから SNS での情報収集です。まあ X でもいいんですけども、私だったら YouTube でこんなプロジェクトに関わってるんですけども情報を持ってる方いませんかって放送しますね。で皆さんだったらね、例えば Facebook に書いてもいいと思いますし、 Instagram でスクリーンショットを上げてね、あの似たようなスマートコントラクトのなんか持ちかけがあった方いませんかみたいなね、そういうふうに募集してみると、まあ情報は集まってくるんじゃないかなと思いますね。はい、もちろんね普段お付き合いしている詳しい方に聞くっていうのもいいと思いますよ。だから普段からちゃんと情報通の人とつながっているってことが大事です。まあそのために速稼塾に入るのもグッドアイディアですよはい、次です。ウォレットのセキュリティ強化もしてください。まあ二重承認とかをね有効にしてウォレットのセキュリティは強化しておいてくださいね。とで怪しいメールやダイレクトメールは開かないようにしてください。 Gmail を使ってるとね、怪しいダイレクトメールって来ないんですよ。というのが Gmail っていうのは Google が管理管轄してますんで、どんな詐欺が流行ってるかってことをちゃんとアルゴリズム化して全ての Gmail を使ってる人にやっぱこうシェアしてくれてるんですよね。だから自動的に被害者が生まれたようなメールアドレス先っていうのは跳ねておいていただけるんですよ。あとは今まで前例がないようなねメールが流通した場合、それも一旦ストップしてこのメールブロックしますかみたいなワンクッション Google が皆さんに対してね語りかけてくれますから、はい、でそういった意味で Gmail 推奨でございます。それから専門家の意見をね聞くために、普段から専門家とお付き合いしておきましょう。で誰を専門家とするかっていうのはまさに自分の目利きが大事ですからね、はい、節穴にならないようにしておいてください。はい、じゃあまとめていきましょう。仮想通貨のエアドロップは無料で仮想通貨を入手できる魅力的な機会なんですけども、リスクは必ず存在します。今回お話したようなリスクの他にもまだまだありますんで、私の話だけで終わるんじゃなくて幅広くリスクを想定して、それぞれについてどんな対策が考えられるかってことを準備した人だけがエアドロップに手を伸ばしていただきたいかなっていうところですね。安全にエアドロップに参加するためのポイントなんですけども、信頼できる情報源から情報を得るね、難しいんですけどね。それから慎重にプロジェクトを評価してください。ウォレットのセキュリティを強化してください。不審な情報には注意してください。で最後にね、エアドロップってのはあくまでも投資の一環です。損失が出ることをいつも忘れないでください。そのためにエアドロップに参加する際には自分の時間をどこまでも使わないようにしてくださいね。自分の余剰時間で情報が追い切れないとしたら、自分には扱いきれない情報だということで、そこでもうね情報をストップして早く寝てください。体力を消耗すればするほど、睡眠不足を続ければ続けるほど、もういいやって感じでお金を払ってしまうことにもなりかねないんですよ。だからね、ちんたらちんたら引き延ばすの情報は気をつけてくださいね。もう管にしてようと言いますけども、大事なことってのは結構まとまった情報としてポンと届きますから。で余計な情報をたくさんリサーチしなくて済む、その時間を使って自分でよく検討するっていう時間とかね、相談するっていう時間に使った方がよろしいかと思います。はい、それでは今回はエアドロップのリスクについてお話しさせていただきました。
エアドロップのことに関しましては、私もね、頼りにしてるコミュニティがあるんですよ。もしね、とりあえず情報だけでも拾っておくかってことでしたら、動画概要欄に一応 LINE のコミュニティ、私の運営じゃないですよ、私の運営ではないんですけども、私がたまに見に行く LINE のコミュニティがありますので、そちらの方にね登録していただくのもいいんじゃないかなと思います。で、私のこの放送ね、新時代仮想通貨ね、もしくは仮想通貨2025というタイトルでやってるかもしれませんけども、このシリーズ第1話第2話第3話と続けていきます。その度ごとに同じ運営をしている LINE グループ紹介すると思います。今のところ私もね、ここからの情報だったらまあいいんじゃないかなって思ってるんで紹介させてもらいます。ただしですよ、ただし LINE のそのコミュニティの中で行われていることについては私の責任から離れますのでね、私に問い合わせるんじゃなくてそのコミュニティに問い合わせください。そういった意味でもどんなリスクを自分は考えていけばいいのか、信頼できる方からの情報なんだけども、それとは別に自分は自分でこのコミュニティに対して警戒をしなければならない、評価をしなければならない、試してみなければならないってことは忘れないでくださいね。私が紹介したからパーフェクトに安全ですよとかね、そういうもんでもありません。逆に私が紹介したから全部が詐欺だってこともありません。それはやっていくうちに掴んでいかないといけないんですよ。だからそこはね、私別に責任逃れをしたいわけじゃなくて、全ての情報は動いてますんで、私が今この瞬間ここは大丈夫と思っても、でもそうじゃない変化が起きる可能性はあるんですよ。だからそこに対しては私未来の責任までは持てませんのでね。ですんで LINE グループも紹介させてもらいますし、私もこの LINE グループが今のところ大丈夫だと思ったんでね、強い信頼と自信を持って紹介させてもらいますけども、その LINE グループに入った以上その情報に責任を持つのはあなた次第ということを忘れなく。それでは行ってらっしゃい。